じゃあ、あっちゃんです。雑炊ね、作っていきましょう。ちょっと見えてきたね。ここにご飯をね、ご飯を入れます。これね、2合半、ゴム漬きにした2合半を入れます。もう味はね、これで味ついてるんで大丈夫なんでね。で、これでちょっとね、煮やして、ちょっと白かったな。白をね、足したね。濃いめに作ったって。よいしょ。ね、これで、沸騰してきたら、焦げつかんようにね、ちょっと温めるまでやらなきゃいけない。はい、煮えてきたらね、ここにね、ここにチーズをね、パラパラパラって、そこから一回ザーッとかけてね、でチーズをね、チーズを混ぜて、でね、ここにね、卵をね、卵を3玉。で、これで蓋して。もういっかな。食べましょうか。海苔、パラパラパラ、刻み海苔をね、完成、食べましょう。し、食べんで。熱いからよそっといたろ。はいよ、食べてね。ん？バター入れないで。バターみたいな匂いするな。うん、確かにバターみたいな匂いするけど、入れました。食べましょう。うん、まっ。めっちゃバター入ってるみたい。匂いだけちょうて、味もバターみたいな濃厚な。バター入れようか思ってんけど、入れへんかってんけど、うまい。ん？飛ぶ？食ったら飛ぶ？うん、飛ぶぞ。バターフライか。ね、食ってみな。飛ぶぞ。箸置き。え？箸置き、ちゃんと箸置き。熱い。美味しい、うん、めっちゃ美味しい。めったにね、味付けの鍋ってせえへんだけど、この雑炊はあり、うん、余計なもん何も入ってながらね、全部天然だしやからね。
でも一流じゃない人もあれやん、文化服、文化服装学院の生徒やから、まあまあデザイン的にはあれなんじゃん、プロみたいな人なんじゃん、プロの卵やろ。一流と比べてね、うん、普通ちょっと外へは着ていけへんようなやつらよ、出てくるやん、ああいうショースとか、うん、ダンサーとか、うん、回しじゃない、回しにもいろんなのかな、かっこいいデザインの回し、違うね、履き心地、履き心地ついて食べる、あついて食べられる、味めちゃくちゃ美味しいね、なんかね、バターが入った味噌バターみたいな、味噌入ってんねんけどね、味噌バターのみんな感じ、美味しいけどね。あのこの雑炊はね、今まで食べた雑炊の中でも結構上位いくぐらい美味しいよ。うん。市販のだしスープって美味しいんだけど、やっぱりその添加物の味がするんよね。それがないから本当に天然だしから作った。これ無添加の味噌。うんね、米だけで作ったお酒とみりん、こんな感じだからね、本当に美味しい、めっちゃ美味しいわ、うん、うん、ね、今日はあんちゃんちは雑炊ってことでね、あの鍋の後は雑炊めちゃくちゃ美味しかったです、ごちそうさまでした、ってことで今日のあっちゃんちの晩御飯雑炊よかったよと思ってくれたら高評価応援コメントチャンネル登録よろしくね、やっぱりね鍋の後の雑炊ってね味がいろんなものから味が出てて美味しいんだけど、今回鶏と魚を使った鶏とタラ使った鍋で、だしもあの煮だしのね煮のだしから取って、で酒醤油みりん茶碗、うん、酒みりんお味噌、味付けて、ね、塩も入れてる、天然塩入れててにがりも入れてんねんけどね、まあそんな感じで作ってるからね、だしが
すごい、すっきりしてるねんけども、味が濃厚。めっちゃ美味しかった。味噌もね、2種類使った。田舎味噌と白味噌。で、味付けたからね、めっちゃ美味しいです。ごちそうさまでした。ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯の後の雑炊。よかったよって思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。雑炊ありですね。